パパハチがおんねん、さっきから。なんじゃブン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 バーって出よう思ったけど、ハチがおんねん。もう、今日はオクラです。はい、オクラ、なぜ曲がる。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。どうも。矢崎です。ママです。イエイ。イエイ。今日はいい感じで決まったな。お、そうか。うん。いやー、今日は涼しい、ちょっとだけ。ちょっとね。雨予報で全然雨降れへんねんけどね。ほんまやで。まあ、何時間後かに降るはず。そう。で、雨降る降る言うから、キュウリのな、うん、消毒延期してんのにさ。そうそうそう。なんじゃあ、ね、これで降らんかったらな、また。なあ、あの、ちょっと病気の、ちょっと効きそうな、ね、殺菌剤探してきたんでね。ね。殺菌剤って言うとなんかいいやろ、かっこいいよ。そうやろ、農薬って言うとちょっと怪しいやけど。確かに殺菌剤って言うとさ、まあ要は殺菌やからな、な、うん、まああのアルコールプッシュプッシュと同じです。そう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 。まあそれはさておき、はい、今日はオクラです。オクラね。オクラのママママかあかんやん、何してん。ちょっと待ってよ、俺がこうやって曲がってんねんから。かお前が一緒になって曲がったらあかんやろ。そっかそっか。お前が一緒になったら俺曲がってないやんけ。はい、どうぞ。はい、あの曲がりかです。はい、あとあの膨れ、あ、イボね。あ、イボか。はい、イボか。についてです。はい、まあ詳しくは Google で検索してもらうとすぐ出てくるんですけど、はい、だから俺が改めて動画にする必要もないんですが。はい、まあ私から聞きたいという方もいるでしょうから、ね、で、うちのオクラですね。はい、大きなったね、ちょっと。そう、もうほらね、ね、おっぱいにちょっと当たるぐらい。はい。何がしたいで、僕らね、はい、まあ、順調、順調ですよ。順調だね。もうほんとね、確変タイムに入りましたよ。植え付ける、ほっとく、収穫する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 の、これが10月末までいきます。いい ね。で、まあ、あんまり取れへんしさ、しんどいんやけどさ、うん、病気がほとんどないからいいよね。いいよね、ほんまに。うん、で、強いてイラッとするのは、どうかな、わかる、うん、わかる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 、うん、イボかと曲がりかな、うん、もうなんでやねんって思うやん。わかる、うん、まあでもなんか絶対出るよね。出る出る。まあ一個一個、はい、言っていきますか。はい、じゃあちょっと、お、中入る、中入りましょう。よいしょー、よいしょー。まだな、お、まだこうしゃがまなあかんねん ね。もうちょっとで立ってな、収穫できるやつ。カモン、カモン、カモン。いいじゃん、いいじゃん。見てみーやさ。見てみーや。うちの優秀やから曲がりかとか全然ないで。あれ、素晴らしいね。あ、まっすぐですよ。素晴らしいやで。まっすぐですよ。どっかどっかないか。あ、これちょっと曲がってたな。ちょっと曲がってね。まあこれも曲がりかと呼べるほどの曲がりかではないわ。全然曲がってないよ。もっと曲がってない。そう、ブニュンってあの。ね。だから ABC の C ぐらいまでね。ちょっとそれさっき探す？もういいよ。まあそんな感じよ。うん、もうみんなわかるやろ。オクラがもう C ぐらい曲がってるっていうね。うん、で、あとイボカもないのよ、うち。イボカないね。優秀やろ。優秀やろ。うん。もう素晴らしいよ。オクラこういう意味では好きね。ね。もうね、この虫もちょろっとしかついてないしね。うん、で、まあ早い話がね。曲がりかイボか、どっちも原因は一緒ですよ。うん、そうです。何よこれ、うん、そう、そうそうそう、これどう、うん、パパが眠いね。そうそうね、これでどう、そうそう、はいはい、はい、いっぱいいっぱいもこの辺に下、ね、下、まあまあ、下はね、取るたびに取っていくから上向けるわ、ね、うん、いいよ別に。ね、はい、はい、でこの辺にいっぱいこうね、葉っぱ落としていってますけど、ね、うん、まあでも下好き好きでね。そうそう、これ風通しよく ね、うん、ね。で、起こる原因は1番目、はい、肥料多すぎ問題、うん、肥料効きすぎてると曲がります。うん、うん、って勢いづいとるのよ な。 あ、なるほど、ね、窒素型やな、うんうん、まあでもなかなか肥料をそんなに入れすぎっていうのもあんまないわね。ないよね、うん、だからまあさらっと流します。はい、まあ、肥料入れすぎやったらあの脇芽ばー伸ばしてちょっと肥料抜いてやるとかな、うん、すればいいよ ね。こんな風にあの葉っぱ落とさずに、うん、葉っぱもっと茂らすとかな。そうやな、うん。で、次、二つ目、はい。肥料少なすぎ問題。お、肥料が少なすぎるとな、あの、
曲がってくるね、うん、で肥料少なくなってきたらこいつを見るのよ、うん、この葉っぱのね切れ込みがね、うん、キュッてめっちゃ切れ込む時あるやん、ほうほうほう、うちなんかもう夏頃になったらみんな切れ込みになってる、あ確かに全然追肥せへんから追肥しろよって話じゃないけど、お前でも肥料がなあの少ないと葉っぱがこう切れ込んできて、うん、キュッてこうこう細い葉っぱになる時あるやん、はい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 、あれ肥料不足よ、そうなると曲がったり、うん、イボカになったり、うんうん、なんか言ってよ俺がこの辺はもう喋られへんねんからそっかこの時この薬局はイボカって言って、行くで練習するで、イボカイボカイボカ何やそれまあええわで、はい、だから肥料少なすぎ問題、うん、そういうことね、で対処する時は追肥やな、あそういうことね、で追肥もね、ねもうほんま888の化成肥料でいいと思うよ、うん、なぜならば、まあ、火災類やからね基本、うん、あの葉っぱもどんどん成長させて、うんね、背丈もどんどん成長させながら、そうやな、何やったっけ、実もつけていくって、うん、花もつけて実もつける、ね、うん、そうそう、だから葉っぱを大きくするどんどん成長するっていうのは窒素分や、うん、で花つける実をつけるっていうのはリン酸アンドカリウムや、うん、だから888は全部揃ってるやん、オールランダー、もうそれでいいと思うよ、ね、14、14、14の方がね割安やっていうのもあるけどきついからな、そうやね、うん、ちょっとあの当たると、まあね、こう、おくらは大丈夫と思うけど、うん、まあまあちょっとジャンクサイかなと思いますな、ね、でな肥料もねちょっとねもう秋には下がるという噂も、ね、そうなん、あるみたいなんで、うん、ちょっとあの出しぶりしそうやな、うん、あ確かにあ曲がりかあるでママあったちょっと待ってこれ どうやって行く、どうやって行く、ワープしたいね、足から回ろうか隣のレーンから隣のレーンこっちから移ってまいりました、はい、見つけました見つけました曲がりかで、ね、この子この子曲がってます、ね、曲がってます曲がってる ね、はい、ちょっとこいつ自体が貧弱やよね、そうやねちょっと軸細い ね、で切れ込みは別にあれやけど、まあ、肥料が足りてないわけでも足りてるわけでもなさそうやけどねこれはね、うん、原因が ね、多分これはあの日当たりが悪いんやろ、負けてるんやね、あなるほど、うん、他の 2つに負けてるから、はい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 、うん、こっちも結構ねごついからね、そう囲まれてる、そうそう、だからまあこいつはあのそういうストレス、要はストレスやな、ストレスやな、ストレスが加わるとあの曲がるのよ、曲がるんやな、あとこれもイボカやな、そうそうイボカ、イボカイボカイボカイボイボイボイノシシなんでイノシシやの、だからイボつくもんと思ったからイボイボ、うん、イボイボイボ、うん、まあええわ、はいで、この他にもね、はい、要するにストレスが加わると、うん、曲がりかイボかになるんですよ、はい、だんだん良くなってきた、ね、イエイ、で、そのストレスの最大はやっぱりあの水やね、だな、うん、水多すぎ問題、はい、水が多すぎると曲がります、曲がります、次に、水少なすぎ問題、うん、水が少なすぎると曲がります、はい、だから雨が少ないと曲がります、だからうちはもうこうやってマルチしてね、うん、あの水分はあの発散しないようにしながら、うん、まあ、水やりはほぼしないよね、しないよね、全くしないよね、雨頼みだよね、まあ、うん、こんなオクラごときに水やりしてる暇ないからな、ないや、うん、もう勝手に頑張れ状態よ、ね、なぜならばこいつらは横着栽培の優等生やからね、はい、うん、もう水ナスとかほらキュウリとかほんまそうそうそう不良がいっぱいおるからな、ほんまや、ほんまや、手かけたらな、なほんまそのここのねこのあれやよ、オクラちゃん、オクラちゃん優等生、はい、その向こうは青じそくん優等生、お優等生、ここ優等生、優等生くん、うん、まあでも世間、まあ、青じそはまた別やけどこいつも世間並みにね優等生っていうのは大体が儲けが少ないのよ、あ儲けてけえへんの、あそか不良学生の方が儲けてくんのよ、そうか何か当たるときは一発でかいのよ不良の方、あそか、うん、まあ世の中はそんなもんや、そんなもんか何のこっちゃ、まあということで、何だっけ水が多い問題、はい、少ない問題ね、はい、であとはあのストレスやから、まあ、これは多分日光、うん、当たらない問題、うん、周りに厚かましいやつに囲まれてる問題、そうな、うん、なだから優等生の中のちょっと厚かましいやつと、うん、優等生の中のあのほんまに弱っちいやつ、弱っちいやつ、うん、は押されてしまう、ね、変なチョコやな、変なチョコやな、うんうん、おるよねそういう人 ね、おるおるおる、で、最後、はい、まあ、ストレスでもう一つね虫やね、うん、あ虫な、うん、虫がちょっとかじるとそこからふにゃってもらったりね、うん、まあ、虫食いになった時点でもうな
あの俺らは相手にしないけどね。そうだね、うん、もう切り捨てちゃう、ね、そうそう切り捨てる、虫に食われるようなね、あのヤワなやつはさ、うん、嫌いです。クロスキーの、おお、もう取らなかな、明日な、うん、もう朝取りやからな、朝まで取らへんけどね。そうね、うん、まあ、そんな感じでね、うん、まあオクラが、あれですよ、曲がる理由、あとはイボカの理由は、はい、肥料多い問題、少ない問題、水多い問題、少ない問題、うん、要はストレスがかかる問題だな。であと、あの曲がる、まあイボカはちょっと違うけどね、曲がるもう一つの理由としてはムイムイにな、そうやな、虫にかじられ問題、うん、たまにおるよね、虫な、おるよね、ほとんどつけへんけどな。うん、でもうちはさ、ほらこうやって葉っぱかいて落とすしさ、もうオクラはさ、この上はさあんま関係ないから、こいつら虫じゃもんな。ああ、はいはいはい、泡の銘がじゃない、うんうね、違う、これカマキムシ、そうそう、何銘が、いろいろおるな、クル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 してる、うん、綿の銘がやな、うん、いや、ちっちゃい虫がいっぱい、あ、ほんま、うん、生まれたんじゃない、うん、ね、もうそういうのはね、うん、無視してるんですけど、今でも別にいい感じやよね。ね、見てくださいよ、だいぶん ね、 ね、うん、ほら、すごいね、うん、このほんまトトロに会いに行くトンネルみたいだね。そうそう、ほんまにそうなのよ、うん、そんな余裕ないけどな、収穫してる時は、ね、うん、もう大体がさ、時間がな、朝もう迫ってて、な、そうなの、7時までに終わらさなあかんのに6時55分からオクラ収穫スタート、これ行って帰ってくんのにな、最短でやっぱり15分ぐらいかかるからな、うん、それをこうな、もう 今はこれでちょっとだいぶマシなんだけど、前は顔にバチバチ当たりながらさ、そうそうそう、な、動いてさ、うん、大変やな、ほんま顔ブツブツだらけよ。そうよ、もういい加減にしてほしかったな。あとあれですよ、あの、はい、ね、このまあまあほとんどの方が知ってると思うんですけど、はい、一応うちはね、葉っぱね、この実を取ったらその下を落とす、だからここの実取ったらこの下を落とすみたいな感じで、うん、全部下落としてね、うん、でこの脇芽ビューで出てくるじゃないですか、こう下もね、こういうのね、うん、これも全部取ってしまいます、はい、ね、そうすることによってもうまっすぐビューっとね、上に、そんでこんな感じの素敵なトトロの道ができます、ね、いいよ ね、トトロの道を作りたかったら両サイドにオクラを植えて、ちゃんと下をカットカットですな、うんうん、なんじゃそれで、もうちょっとしたらな、歩いてな、立って収穫できんねんけど、そうそうそう、うん、まあまだできへんね、もうちょっとやな、もうそれさえなかったらオクラはもうパパね、まあ、あとかゆいのもあるからな、嫌いやけど、あとまあもう一つは、もうそれほど売り上げにならんから嫌いなのよね1000本ぐらい植えてんだけどね。そうだね、1000本植えてても1000本か、そうやで、そうか、うん、あの1000本入りの種をまいてさ、あ、まあ、そしたらだいぶ、まあ、何本かかけてるけど、うん、まあそういうのでだいたいあれやんか、1000本って言うとけばええねん、あ、そうか、もう誰も数えられへんねんから、そりゃそうだなんじゃなんじゃなんじゃ、あー、虫歯逃げた、うん、どっか行った、スズメバチやろ今の、ほんま、ほんまよ結構あのちっこめのスズメバチやで、怖、うん、大丈夫、いや大丈夫やよ、もうどっか行ったから大丈夫っていてる時に言えよパパ、だからマジで怖がってるんで、そうやな、やったろ、珍しいなと思う、うん、いやいや、スズメバチは逃げるよ、そら、うん、ママ生かさされてるから、マジで、うんうん、この間ミツバチな大騒ぎやったよ、ミツバチの巣立つのにな、まあまあそれはあの、はい、ショート動画でどっかにありますので、ね、探してみてください、探してみてください、まあ、ということで、ね、まあ、はい、オクラやな、だから今後のね、予定としては、はい、予定、はい、予定、うん、まあ、基本横着栽培の確変状態ですよ、はいはい、植え付ける、ほっとく、収穫するをずっと続けるんですけど、収穫しながら葉っぱを落とすと、で、まあ肥料がね、足りなくなった時にはもうマルチ穴開けて真ん中とかこの辺にドーンドーンだよね、うん、化成肥料を足していくというぐらいかな、うん、はい、まあ、特に病気もないやろ、ない、虫も大丈夫やろ、多分、うん、で、うちの場合ね、一番最後だけ秘訣があるのよ、はい、一番最後もう力尽きかけてきた、10月入ってきたら上の方だけじゃなくて10月ぐらいだとまた脇芽が勝手に生えてくるのよ、うん、もうそれはほっとくのよ、あえてそれは取らない、あえてほっといたら、あの脇芽は新しい芽やんか、はい、新しい芽から新しいオクラが出てくるから、うん、まあ、上下でな、最後そういうことや、ね、両方数取るのとちょっと稼ぎましょう、そうそう、あの綺麗なオクラができるからね、はい、うん、まあ、そういう意味ではこう最後下は伸ばすけどね、そうやね、そのあれよ、やっぱこいつらもな、もう10月とか入ってくるともう死亡一歩手前やんか、そうやな、だいぶヨボヨボになってくるから、そうやね、棺桶に足突っ込んでるな、そう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 、もうそうなると、っていうか棺桶に足突っ込んでるって言うけど結構あれやで、
取れなくなって、身取れなくなって、あの役立たずになってからでも逆にしっかりして確かに邪魔なんだよ、ね、確かに、まあ、そんな人おるけどな定年後役立たずみたいな人な、そのあの役立たずにならないようにするためにも、うん、みんなあのオクラ頑張って作ると、そうね、残っちゃ分かんない。野菜を頑張って作れば、あ、最後ね、はい、そう、これあのこれだけ言っとかな、なんか朝ほら収穫してさ、はい、俺らこっち法廷来るやん、うん、ほんなら今この下にさ、まあ取れるからちっこいアリおるやろ、うん、この子この子、そうそうそう、あのアリな、うん、あれなんでか分からんけどさ、ママについてこうみんなで行列こ俺らこっち向かってずっと収穫してたら、うん、アリも一緒についてくんねんな、あれな、なんあれ、あれなんなんやろな、あのアリの博士の方教えてください、ね、知ってる方いたら、うん、ま、ママについてアリがいっぱいだってこの上走って、なんなんだろうそれ、あれ10匹じゃないな、20匹ぐらい、うん、まあ、このだいたい2メーターぐらいの幅でわーって動き出すよな、うん、なんかあんのやろな、なんなんやろかいや、まあそんなあの、はい、オクラの不思議、アリの不思議みたいなことも、はい、うちの畑では起こっております、はい、最後になりましたが、はい、相変わらず LINE 公式アカウント、こちらが、はい、募集しております、はい、本当のね LINE 公式アカウントはね、うん、あのほら本当の、うんうん、ほらあのホームセンターとかさ、スーパーとかがようチラシバンバン放り込んでくるやろ、はいはいはい、あれ用よ、飲食店とかがさクーポンバン出したりよ、はいはいはい、うちらがやったところでっていうのもあるんやけど、うん、まあ、うちもねあのやがてはちょっといろいろ考えてるんですけど、はい、まあ、とりあえずね、応援、ほんまに応援してくれるファンをね、はい、作っていこうというた、はい、ことで、その LINE 公式アカウントね、うん、現在はあの入ってもらって、はい、で、まあ、情報提供って言ったって、まあ、大した情報をね、うん、出してはないんですけど、はい、でも、この間ママがね、出たからね、はい、うん、YouTube では絶対出ないママが、LINE 公式アカウントに出ました。はい、次出るのはいつか分かりません。まあまあ、 あの、新聞とかには出てるんやけどね、ママはね、ね顔ね、テレビとかな。はい、うん、そういうのには出てるんですけど、 YouTube だけはなぜか出てないんですよ、なんでやるの、まあ、このキャラはあの面白いんで、あ、そう、ママは出ないという感じで、イエイ、うん、いいかなと思う、はい、ただまあ LINE 公式アカウントで仲良くなると、まあ、そのうちあの、ね、ママと会ったところで別に何もないけどね、何もないよ、何もないけどね、まあ何もないただのおばちゃんやからそうそうそう、おばちゃんではないな、はい、はいはい、すいません、まあそういうことでね、はい、LINE 公式アカウントもよかったら入ってください、はい、ということで、まあ、Google で検索すればすぐ分かる話を、うん、私風にアレンジして、はい、面白おかしくなってはないけど頑張ってみました、はい、ということで、おしまいでございます、はい、それじゃあ皆さんさようなら、うん。